自分でも記憶ないっすね。もう悔しすぎて自分にムカついたっすね。試合後インタビューなんでねえんだとか結構言われたんですけど、敗者インタビューが嫌いなんでしないで帰ろうと思って。アンジはマジで負け犬なんでなんともないんですよ。なんかすげえ騒ぐっすけど、俺のおかげで楽しめたわけじゃないですか。だからありがとうって逆に言ってほしいですけどね負けとか負けって思わないですね。負けてねえというか、まあ、死んでねえよっていう、次のステージに行くためのなんかいい勉強になったなって本当思ったです。なんかもうなんか試合終わってすぐ思ったのはアメリカ行きたいなと思ったんですよ。あっちで生活しながら格闘技に使えるような人生をやっていきたいなって、これから絶対チャンピオンになるっていう、それを見せたいですね。